はい、土地パフォーマンスです。今日は、またまたボンドボディに来てます。前回、自己修理で入庫した991の、進捗をちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、ちょっと外で撮ってるんで、車の音だったりちょっと入っちゃって、聞き取りづらいかと思うんですけれども、あらかじめご了承ください。で、一応修理お願いした991、今こんな感じになってます。これバンパー盗まれてるんじゃないですよね、大丈夫ですよね。はい、バンパーは今取り外して、別の場所で、一応今パーツの修復とペイントの下準備がされてます。バンパー外すとこんな感じになってるんですよ。僕初めて見ました。アルミのコアサポートがこんな感じでついてるんですね。なかなか見る機会ないですよね。で、僕さっき教えてもらったんですけど、ポルシェってこのバンパーの下側、ここの部分ですね、がすぐフレームになってるんで、ここぶつけちゃうと、修復歴ありになっちゃうそうです。なんでポルシェオーナーの皆様お気をつけください。で、こちらのお車、もともとアメリカに、お住まいだったオーナーが、日本に、来るときに一緒に持って帰ってきた車両になるそうです。で、さっき気がついたんですけど、こんなところにアメリカ兵工の名残が残ってました。これ出しといた方がいいかな。結構ポルシェここダクトゴミ入っちゃうんで掃除しておきます。そしたらちょっと外して今修復してるバンパーの様子も見に行っていきたいと思います。同じ991が入庫してますね。ポルシェ入庫率高いですね最近。はい、でその後ろには、前回じゃないですね、以前動画で紹介させていただいたゲレンデもまたなんか、作業されてるみたいです。で、その様子は、動画の説明欄にリンク貼っときますので、ぜひご確認ください。あっちもポルシェ入ってます。お疲れ様です。はい、で今こちらが、修理してもらってるバンパーです。ちょっと見てみましょう。修理されてる感じですね。はい、はい、あとこれ全体的に今これは足付けしてる状態ですね。そうですね、飛び石がひどかったので、はい、足付けして全部飛び石も拾って、はい、傷を拾って、はい、サーフェスが密着良くなるために足付けしてくる状態ですかね。そうです、はい、でこれからじゃあサーフェスを拭いて、塗装して、塗装して、はい、で磨いて新品みたいになっちゃうわけですね。そうですね、はい、っていうこんな感じです。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。あれ、なんかジェットスキーもなんか入庫してるんですね。これなんか作業してるんですか。いや、オールペン。あ、これオールペンなんすか。はい、これじゃあ全部上も下側もボンドボディで、はい、そんな作業もできるんですね。そうですね、すごい。下側は、もともと赤のソリッドだったんですけど、はい、今回なんかメタリック的な、メタリックを入れて派手めに、そんなこともできちゃうんですね。オーナーさんが派手好きなんで。あ、そうなんですか。なんでじゃあジェットスキーの、全塗装もボンドボディにお任せください。こっちはなんかカスタムペイントかなんかで入庫してるっぽいですね。これマイアミブルーです。で、今回の企画とちょっと直接関係ないんですけど、僕も何かバンパーが取り外されて作業されてるみたいです。聞いたところだとなんかエアロの取り付けが今行われてるみたいです。ちょっと楽しみな、車両の1台になりますね。なんかマフラーもすごいマフラー入ってますね。はい、というわけで今回は、991の、バンパー修理の様子、第2弾をお届けしました。第3弾も、多分塗装が終わったぐらいになるんですかね。またお届けしたいと思いますんで、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。